こんにちは。山梨放送アナウンサーのハードキャッスルエリザベスです。皆さん、11月20日は何の日かご存知ですか？正解は県民の日なんです。11月19日放送のワクドキ山梨では、この11月20日県民の日についてお伝えします。この県民の日が何のために設立された日なのか、そういったことも解説しますし、なんとこの20日には山梨県の中のさまざまな施設が無料開放されて、いろいろなイベントも行われます。ぜひ皆さん、11月19日放送のワクドキ山梨をご覧になって、県民の日について理解を深めてくださいね。ご家族揃ってご覧ください。